そうだ、どっかで聞いた声だ。あ、電話、はい。またテレビ電話。海藤さん、親さんと話せたよ。凶霊界の拠点は KJ アートって会社だ。なんでテレビ電話なの。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。海藤さん、いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か。そうです。うーん、それもあるかもな。了解だ、俺もすぐ KJ アートに向かう。海藤さんいいよね。海藤さん好きだな。すごいなんか寂しがり屋っぽいな、すごい。寂しいんじゃないかな。ちゃんと顔見て喋りたい派なんだよ、海藤さんは。まったく。海藤さんだけ毎回テレビ通話だから。もう、仲良しなんだね。どいてくれ、俺は今海藤さんと約束があるんだ。どいてくれ。圧がすごいね。画面の全部顔っていうね。あ、また喧嘩。イエーイ、ズイヤーダーイ。相手くそ、あー、起きろ。はっ、おい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 、ゲージ溜まった、ゲージ溜まった、ゲージ溜まってないの。おい、エンブレ決めるぜ。かっこいい。水拳を押したいんだな。水拳を。しばらく寝とけっての。さっきの車の EX アクションは七福通り西の事務所の交差点で確実に行うことができる。へえ、そうなのか。てかなんだ、もう喧嘩してたからあれじゃん、場所分かんなくなっちゃったじゃん。売るな喧嘩を。まったく、俺はストーリーをとりあえずやりたいの今。ストーリーを追っていきたい。敵が複数の時は演武がいいんだよね。最初の説明あんま聞いてなかったから。音やば。あ、ブルドーザーか俺。ドカッドカッ。すべて倒していくんだよ。G 訓導を使ってるのか？キムタクは。はい。海藤さんだろ。もしもし。海藤だ。KJ アートに着いたな。海藤さん。ああ、そうらしい。海藤さんは今どこ？なんか KJ アートに向かって右見ろ。うん、見る？海藤さん。何を見るって。ドローンか。いた、海藤さんいたよ。怪しいな。怪しいな。怪しいけども、いた、カイドウさんだ。怪しいなじゃないよ。わかった、俺も今そっちに行く。うん。怪しいな、言い方あるだろ。もっと怪しいけどもだ。面白いな、カイドウさんとの絡みが一番好きかもしれない。待って、屋上でしょ。ストーリーってどこまで進める。第一章全部できるらしい。第一章丸ごと体験版を今やっております。なんかね、最初ね、間違った情報を教えてしまったかもしれない。29日以降も体験版できる可能性があります。よ、ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。うん、じゃあやっぱり凶霊界のアジトか。丸めじゃないこっち。間違いねえ。村瀬はいたか。見当たらなかった。お、さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ドローン。ん？しっかり見た？ああ、一応な。ん？もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。未熟言われた。ポーズメニュー、ドローンアプリからドローンを飛ばせるようになりました。へえ、フライト。カスタマイズ。現時点では選択不可。D リーグの戦績を確認することができる。何 D リーグって。ドローンのなんかあれがあるのかな。このビルはカラカン。イエー、カラオケ館。ジャバフライト、すごい。耐久性、クイック、ターボ、スピード、そんなんあるんだ。いや、ぜひまん買おう。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか
確認できればいいんだけどよ。コテコテだな、すごい。あ、カメラ操作が十字キーで、ドローンが視点切り替え、 OK。 オプション中止、拡大、縮小、調べる、調査やめる、ドローン操作、はい。ドローンサーチモードについて調べるアイコンが出るので、そこを調べろと。はい、移動もできるんだ。あ、なんだなんだ、ここはやたらと豪華な部屋だな。けど村瀬の姿は見える。なんだと、待って待って5階、お、お、いるぞ。あ、待って待って、カメラの操作逆なのか。これはちょっとレスポンスが良すぎる。怪しいな。なんだあいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。ガンガンぶつかってるけど。ああ視点を、これで視点が左スティックで、でこの移動を右スティックで行っているわけですよ。ちょっと直感操作じゃないの。なんだブラインドがかかっていて見えない。仕方ない、他を探そう。はい、村瀬を見つけるぞ。ほほほ、いるのでは？ん？事務机が並んでいる。村瀬は見当たらない。なんだ？ここは入り口、村瀬はここにはいない。これで人にぶつかれるのかな、これ。うわ、これは危ないぞ、これ人にぶつかったら。あ、いたんじゃない？オプションで変えれる？なんかやってる。おい、あれ、村瀬じゃねえか？いた。強霊界若頭補佐村瀬明。どこ行くぞ。追いかけていかないと。どこの部屋に行ったか探そうぜ。了解。入りますね。入れないの？なぜだ？これ誰がキャって言ってるの？これいない。いたぞ。サーチモードで全ての猫を発見すれば何か起きそう。そんなんあるの？これは猫いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったな、タボ。タボ、さすがだぜ。よし、これ猫とか見つけれるの？これ。あ、終わっちゃった。ごめん。あー、間違えた。猫探そうと思ったのに。いや、操作ちょっとなんかどれもしっくりこんかったです。あの操作 ABCD までやったけど、EF あんのかな？フロア奥の個室か。どれもなんかモヤモヤする。やろう。自分用に部屋持ってるってことは、そこそこの立場だぞ。そうなん？俺らが行ったとこで会えるか？乗り込もう。多分門前払いが関の山だ。全部しっくりこない。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。目が合うぞ。村瀬をじっくり絞るなら、あの部屋に入り込まないとな。どうやって？入り込むか。どうやるんだ？忍び込むか、強行突破か。どう攻めていくかな。強行突破で。あ、窓から忍び込む、強行突破、変装して入り込む、これやりたい。誰かに変装して入り込むの。 B が良かった。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。おお、それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろ。どうしよう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。おそいつはいいんじゃねえか。おお、作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただ
ビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする？ドローンでぶっ壊そうな顔。そうだな、うん、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる？修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか？壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど。そうか、強行冴えてるじゃねえか。お前本当にタッポか？どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくれ。カイトさんはここから見張ってる。これってさ、それじゃ作戦開始だ。これさ、さっき3つ手段あったじゃないですか。あれ全部どれでも選べたのかな。みんなこれやった方どれ選んだ？強行突入だったら室外機壊さなくていいし、ドンキにも行かなくていいんですかね。気になるよね。結局なんか強行突入ったってお前よっつって止められるのか、選ばなかった選択肢がちょっと気になるな。このゲーム結構自由度高そうだから、やれそうっちゃやれそう。どうなんだろう、やった人いる？変装が面白そうだったから俺変装にしたか。こんばんは。全部の手段いけるんでしょうか。全部いけるとしたら全部のストーリーを見るためには3回やり直さないといけない。近いかかってるピッキング、ん、誰からだ。ん、警官がそっち向かってる。どうしろと。急げ、さっさと済ませろ。急がないか。ピッキングについて、ピッキングは鍵のかかった扉を開ける際に使う手段の一つです。ピンを上下させてシェアライン、図の赤線部分まで合わせます。ピンごとにシェアラインの位置が決まっています。すべてのシェアラインを合わせると鍵が開きます。ピンを持ち上げすぎると調整し終わったピンも含めてすべてのピンが元に戻ってしまうので気をつけて。そうなの？時間制限あるの？やり方教えて。左でピック左右操作、上下操作、またそういうなんかダメか。ピー、よしで、最後難しい。ジャバーザー、ピーよし、くそ、ええ待って、もう少しだ。ここでしょ。え、よし、で、待って、しばいじゃん。待って、真ん中からやろ、真ん中から。よし、真ん中だけなんでこんなミスったんだ俺。ん、くそ、待って、よし、違うか、奥からやるのか。ん、よし、あ、何この短い順にやれってこと。え、これなんだ、これ待ってね、これちょっと操作説明、どういうことだ、すごい繊細な作業。え、これ一定のとこまで行ったらピッて、え、ちょっと、ダメか。待って、これでしょ。よし、一定時間なんだこれ。この黄色くなるところで、よし、これ、あ、すげえ精密だね。マジか、そういうことか。すごい細かいぞあれ。あ、そういうこと。結構あれだった、判定がちょうどのとこで止めなきゃいけないんだね。やる順番があるんかと思ったけど、そんなことなかった別に。さて、こいつを止めるにゃっと。あ、マジか、蹴る、えっ、うわ、すごっ。すごっ、蹴る、いや、なんか特殊な能力使ってるみたい。えいっ、音やばくないか、どんだけキック力なん。我ながらいい壊しっぷりだ。プロの強者じゃないと直せないだろう。よし、それじゃ次は戦争用の道具だけど、ドンキョーテ並べてるから行ってみよう。はあ、やば、あります、ドンキョーテ行きます。すごい脚力だったね。はあ、
キル解放すればヒントが表示されるので。なるほどね。じゃあ、おい、すかした顔してんな。うるせえ、今俺はドンキホーテに行くんだよ。邪魔すんじゃねえよバッキャローが。ドンキに行くんだ、ドンキに。どけ、ドンキホーテに行く道を塞ぐんじゃない。どんな変装するんだ、業者。かっこいい服売ってないかな。パパピア、ちょちょ、話す。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。2000円、お金置いといてよかった。購入。これさ、お金全部使い切ってた場合どうなったんだろうね。はい、お金使い切ることできるよね。ありがとうございました。稼ぐのかなこれお金全部使い切ってたらさ、そこら辺のチンピラから稼ぐまでストーリー詰めれんみたいな。ダボ作業服は買えたか。鼻の穴でかい。今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。寂しいの。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。早いね、気づく。狙い通り、急いでそっちに向かう。寂しいのかな、カイトさん。寂しいのかな、兄貴。兄貴寂しいの。どけい、キムタク優先って書いてあるだろこの道は。どけなさい悪いことばっかする、悪いことばっかするよ。初めてのお使い、初めてのお使い。変装道具を買いに行った。やめろ、おめえらやんのかこの野郎。おらー、おい、ここで揉め事を起こすんじゃねえよ。ここで今から一山やんだぞ。怪しまれるだろうが。あー、それい、ドヤさん、やめろ、怪しまれるだろうが。これこんな暴れたらよ、おかしいだろ。あじゃあ、かっこいい。6000円、演舞始めました。演舞始めました。なんだそれは。怪しまれるだろうがこんなとこで。近くだぞ、目と鼻の先だぞ。今から変装して侵入するとこの。タイミングで喧嘩ふっかけてくんな。知ってるだろ俺が今何してるか、あいつら。はい、どうさん助けてくれ俺を。アタック。お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、まずは修理業者に変装しよう。変装についてはアイテムアプリを使います。変装に切り替えます。中から変装したいセット。へえ、アプリ勝手に選んでくれる。変装、作業服、張り込みスタイル。ほう、汚れた服。ダメだ、これが選べん。はい、おお、着替えた。似合ってるね。よし、これでバッチリだな。うん、おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。ちょっと前に教えて。わかってるって。じゃあな。さっき言ってほしかったな、それは。もうしちゃったし、目立つ行動。それを言うんだったらあのチンピラどもに言ってくれ。俺じゃないのに喧嘩売ってるの。売られる側なんだが喧嘩。てかあの狭いところはちょっとあれだね、カメラごめんね、これ酔わないように気をつけてね。酔いそうになるでしょこれ。俺もそうです。狭いところはカメラちっけえから酔うってばよ。酔いそうになるわ。入るぜ。2枚目何着ても似合う。さてこっから先ヤクザの即座ボロが出ないように気をつけないとな。まずは受付に挨拶して中に入れてもらおうか。邪魔するぜ。じゃあな。あ、お客様どちらにご用でしょうか。ですよね。さすがに顔パスは無理か。仕方ない、ちゃんと受付済ますさすがに。どうも、エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。来た。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。うん。左手の扉から外に出ていただきますと非常階段の前に室外機がございます。非常階段。中のエアコンも点検させていただけますか。うん。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。うまい。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際
一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ちょろいな。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。よし、さっそと警備室の中を見てから非常階段で上に行こう。了解だぜ。よしよし、変装は完璧だ。暗いな。見取り図を探す前にまずは電気をつけないと。はい、電気ですか。ここです。怪しいな。えいっ、オッケー。見取り図を探そう。見取り図を入手。これだろう。ん、すごい簡単に手に入った。よし。ん、3階の非常階段のところ、鍵がないと開かないみたいだ。これじゃ村瀬がいた部屋に行けないな。ち、鍵を見つけないと。ここは警備室だから鍵がどっかにあるんじゃないか。探してみよう。犬の声すんね。なんかこういうとこにも全部犬猫がいるってこと？なんかさっき聞いたんだけど、犬猫がなんかどっか隠れてるの？猫が隠れてるの？どこだ？それでなんかまんまでいるの？ずっと聞こえるよね、猫ワンニャンの声が。こんな室内の猫がいるの？いた。こんなとこに猫がいるぞ。野良猫を見つけることでプラス5ポイント。なるほどね。いや俺もずっとなんか気になってたんだよ、猫の声するなみたいな。そういうことね。じゃあ猫の声したら調べてった方がいいわけだ。鍵でしょ。当初の目的を忘れているよ。待って、鍵でしょ。に置いてあるのか、机の中か。これか。鍵がデスクの上に放置されていたぞ。ちゃんと厳重に管理しろ。今回は俺が代わりにしまっといた。次からは分かってるだろうな。鍵はこの部屋のどっかにしまってあるのか。どこだ、探してみる。そういうことか。手順を踏まなきゃいけないの。手順を一個一個手順を踏んで、なんかね、調べてるとね、そこを見るとね、ブルブルと震えるんですよね。だからブルブルと震えるところをじゃみんなには伝わらない。これ怪しいな。この金庫、デスクに置いてあったメモには厳重に注意しよう、管理しろと書いてあった。厳重に管理するならやっぱり金庫に入れるよな。どれどれ、暗証番号。ヒントはないか。ヒントは知ります。これでしょう。これは見てた。5038 5038、書いてあるんだけど。マジか。5038、開いたぞお、医療キットショー、ケージアートの鍵。よし、村瀬のとこ行こう。処置終了。オッケー。なるほどね。犬猫今度から探しましょう。それじゃあ非常口から進んでることしよう。非常口を使えば。はい、エレベーター点検中だ。点検ばっかりじゃねえか、ここここ故障ばっかりじゃねえか。ババ非常口ってこっちか。もう一回ぶっ壊しとくか。俺が壊した状態のままのようだな。直すって言われても俺じゃ無理なんだけどね。おお、ちょ待ちや。ね、兄さん、あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。お、あ、はい、すぐ行きます。願ったり叶ったりじゃねえか。お前こっちや、ついてき。まいったな、ここはついていくしかないか。うー、さば、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。関西弁やん。関西弁やで。じゃあ、良い子だ。あ、開かない。
おお、何しとんねん。早くこっち来いや。あ、やんのかこの野郎。どこだ、いた。うわあ、あい、見られてなかった。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。いや、ぶっ壊れとるからや。わかりました、とりあえず見てみますね。室外機ぶっ壊れとるからやで。マジかよ。え、これ何、エアコンじゃないのかい。あー、これは確かに故障してますね。ぶっ壊すけろ。おお、早直してくれや。エアコンの直しかなんか知らないぞ。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って直るもんなんか。こうなったら適当にやるしかない。えい、いや、ん、あれ、えい、いや、よし、よし。マジか、行き当たりばったりだな。お、さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。こいつ見てたろ絶対。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。あの人見てたろ。それじゃあ私はこれで。絶対この人は見てねえけど、ヒヤヒヤしたぞ。こっちのセリフだわそれは。もうここはさ、クソ、割らせないじゃねえか、クソ。じゃあね。わっ、誰やお前。アナログだね。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか、見たことない顔やな。見たことあんの、修理業者。エアコンの修理業者の顔覚えてんのか。そんな頻繁に故障してんのかよ。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。とどめを刺せ。こいつが業者に電話す呼んだのか。どう言い訳すれば辻褄が合うんだ。別の業者を装う。整形したと答える。代理だと答える。別の業者をやこれじゃない、代理だと答える。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。ああ、すまん。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぜ。とどめだ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。これしまった、直接本人と電話してたんだった。もっとマシュマロソースつけばよかった。なんやこいつ、怪しいで。登場会のマシモンやないか。なんやと。え、お前ら生かして返すんやないで。え、バレたの。あおあお、イエーイ。うわら、むちゃくちゃしてやるぜ。おらじゃーい、おらやんのか、おらあー、くらえ、あーだーい、あいたい、やんのか、おらおらうわぁ、やんのか、ほらほらほら、それいったい、痛いよこれは。もうバレバレだよこんな。ほらほら、もうなんのための変装だこれは。強行突入でよかったじゃねえか。ふう、なんとか乗り切ったな。嘘がバレる前に先にそこ、この状態をバレてないと思うすか。やばいな、やばいぞ。バレてない言うたぞこれ。バレバレだよ。騒ぎになってないだけだよ。バレたよ。じき駆けつけるよ。言い切ったな。そこは違うんだ。乗り切ったか。今鍵かかってるな。そうだ、3階の鍵持ってんだ。ん、使えるかもしれない、試してみよう。鍵束について。鍵束は鍵のかかった扉を開ける際に必要なんです。持っている鍵の中から合うものを選んで該当するものを入力します。はあ、それいる、そのシステム。あ、ちょっと、はい、鍵を選択。丸、ダメか。三角、開いた。おお、一回でやってた方がいいってこと。
あれ、こんな扉見取り図になかったぞ。ヤクザの事務所ってのは厄介な構造してんな。鍵の形状が明らかに違う。さっきの鍵じゃ無理そうだ。ピッキングだ。おっと、なんで一回このぶつかるの。よし行くぜ。今回はあれがないからな。精密検査。はい。ダメか。あ、もう少しだ。ちょっと待って、かなりこれ精密の先。えい。おお、うまい。ふう。バイ。なんか落ちてる。あれ、上り階段がない。ここが最上階ってわけじゃないよな。村瀬がいたのは5階だったはずだ。どっかに登れる道がないか探してみよう。あれでしょ、メイちゃんの家みたいに、トトロのメイちゃんの家みたいな、スタミナ X あるんだよ。応接室って書いてあるけど、やけに厳重な扉だな。この扉は暗証番号がわからない。ロックを解除できそうにない。はあ、どうせこの中に鍵があるんでしょ。襖を開けたら鍵が。お、ここから外に出られるか。あれを使えば上に行けそうだ。なるほど、それでいいの。ここは倉庫だったら何か使えるものがある。同じじゃない？ダメか。なんかこういうのもあれかな、どっかにヒントある感じ。ダメだ。ヒントどっかにあったのかな。待ってね、ちょっと探索。お、ちょっと寄り道するとアイテムあるんだ。おいゴラ、死ねえ。ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。上で怒鳴ってる声がする。こっから行くと見つかっちゃうちゃい。ちゃうちゃい。うん、こっちに行ってる場合じゃない。ふう。まあいいっさ。普通にじゃあ行くぜ。倉庫の番号わからんかったけど。だーい。こんなかとか。調べたい。調べたいよ。ダメでいけない。じゃあいいし別に。窓から、窓割って入ればいいんじゃない？窓割って。ち、倉庫にアイテムあるね。いる。村瀬がいる。おおおお。殴ってる。奥に見えるのが非常階段だな。あれを使えば5階に降りられる。物騒な空間だな、これ。ええー。今飛ばしちゃったけど、何書いてあった今。あんだけ言うてたのか、すんません、ほんまにすんません。なんやなんや、発煙筒が至るところでした。あとはフェンスを乗り越えるだけだ。へい、ドドン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 。やっべやっべ、あお、誰や。喧嘩です。うん、なんやお前は。なんやお前。結果戦う。あお、ストレイトーン、ファイヤー、てめえこれ、昇竜拳。はいはいはい、さよなら。あお、はい、つかむっと片手で死ぬよ。危ない、よっ、危ねえ。あ、おやすみなさい。死んだ。死んだぞ。あ、やっちゃってくださいよ、ムービーで。え、俺がやるんですか、この戦闘。あ、みんな生きてる。